中国産やばい状況になっているわね。そうだな、日本代表発表などが話題になっているこのタイミングで、まさかの中国が驚きの状況だ。そうよね、まさに中国サッカーが出てしまった試合が行われた感じね。今日は中国がどういう状況になっているのか紹介していくぜ。そして同時に日本代表に対して、ブラジルのメディアが反応をしていたからそちらも話していくぜ。ブラジルが紹介しているのは珍しいわね。それだけ日本っていうのが強豪と認定されているってことなのかもね。それは間違いなさそうだ。そうしたら最初に中国の話をしていくぜ。中国といったらアジア二次予選で韓国と対戦して0対3で負けてしまったことが最近では結構印象的だったわ。そうだな、この試合は結果というよりかは試合内容が荒れる可能性があるということで注目されていた。韓国選手にレーザーを当てるなどする問題が起こったぜ。中国対韓国の試合はカンフー対テコンドーって言われているわよね。サッカーをしながらサッカーじゃないことをしているみたいな印象だわ。両国がサッカーに対してあまり良い印象じゃないことはあるぜ。そして最近の中国はサッカーの成績的にもあまり良くないぜ。年末に行われたオマーンとの試合では0対2で負けてしまっているわね。良くない状態で2024年を迎えることになってしまったわね。そうだ、そして今大きく話題になっているのが、香港との試合だ。日本がタイと対戦が終わった後に、メディア非公開の状態で無観客で行われたぜ。私も試合が行われていたことは後ほど知ったわ。試合結果としてはどうなったんだっけ？これに関しては中国メディアが今回の試合に関して話をしていたぜ。中国は前半9分に先制点を取ったんだ。そしてそのまま前半戦は終了して中国が1点リードで後半に突入する形になったんだ。そうよね、そしてここから中国がヤバくなるっていう感じだったわよね。そうだ、後半が始まって51分に香港に同点のゴールを許してしまうんだ。そしてその直後に中国選手が退場になったんだ。それだけならまだしも同時にコーチも退席を命じられてしまったのよね。一体どんなことが起こっていたのかしら。詳しい情報は入っていないが、おそらくカンフーサッカーが行われていた可能性が高いと思うぜ。コーチまで退席っていうのは何か乱闘などがあった可能性がある。そうね、そしてその後59分には香港に2点目を取られる状況になってしまったわよね。そこで終わりだったならまだまあ少し荒れた試合になったんだなで終わるが、その後にまた中国代表が一発レッドで退場になったんだ。一体どんなプレーをしたのか気になるぜ。中国側はコーチを含めて3人が退場する形になったわね。試合もそのまま1対2で香港に負けてしまう形で終わったわ。中国は最近の FIFA ランキングでは79位、対して香港は150位ということもあって、正直この試合は確実に勝てる相手だろうと思っていたに違いない。そうね、そこまで差があるのならもはや解消するぐらいの気持ちでやっていたはずよね。そしてこの試合に関して中国メディアが衝撃的なことを言っていたから紹介するぜ。中国が香港に敗れるのは39年ぶり、新たな屈辱だ。何が起こって3人も退場者を出したのかは分かっていないが、一切の言い訳はできない。アジアの2流れや3流はおろか、4流チームに負けてしまったのだ。12月30日にはオマーンにも0対2で完敗を喫している。全く年明け早々、縁起が悪い。2024年入って確かに縁起が悪いわね。香港側からしたらまさか勝つことができるとは思っていなかっただろうから相当喜んでいると思うわ。そしてこのメディアでは続けて、今回の退場処分がアジアカップに適用されないことを幸運と考えるほかない。おそらくはキャンプでの過酷な練習による疲労が最大の敗因だろう。監督のヤンコビッチはアジアカップで好成績を収められなければ先はないという現実を直視するべきだと選手のことはかばうように言っていたが、中国は今度負けるようなことがあったら相当ヤバい状態になりそうだ。そうね、中国は最近だと U23 アジアカップでも日本と韓国と同じグループに決まったことが発表されたけど、その直後に絶望していたわ。まだ大会が始まってもないのに、そこまでの反応になるのは中国全体の問題もあるように思えるぜ。中国サッカーに良い印象を中国の人も持ってなさそうだ。そうね、昔は中国はサッカーは強かったのに、最近は本当にどうなってしまったのかしら。この試合に関して皆の反応がすごかったから紹介をしていきたいと思うぜ。それだけ中国内にある香港には負けられないと思っていたんだろう。怪我はさせてないみたいだけど、自分たちの思い通りにならないとまた荒くなってしまうのは変わらない。中国サッカーは暗黒期に入ってる。
そしてオマーンとの試合から2日後に試合を設定したのも相当無理があることだ。どういう理由でこの2試合が設定されたのかを知りたい。中国は確かに広州常大とかが強く J リーグにとっての脅威だった時代はあるけど、外国人頼みというか中国人の強化に全然つながっていなかったツケが今も出ている。もう一度考え直すべきだ。たった1点差の逆転負けで済んだのだからまだ良かったと思う。これがもし日本や韓国、オーストラリアなどの強豪だったらより大量失点での負けにつながっていたはずだ。この試合は一部では日本代表発表よりも話題になっていたわ。中国は本当にどうなってしまうのかしら。そしてこの試合に関して韓国メディアも反応をしていたぜ。まずこの試合がなぜ非公開になったのかについて予想をしていた。今回の試合は FIFA 公認の国際 A マッチだったが、アジアカップを控える中で露出を避けるため中国側の要求により非公開で行われた。まあ確かにアジアカップが近いから相手に戦術を知られたくないっていうのは当然といえば当然ね。そう思うと日本はタイとの試合前に練習を公開していたりもしているから相当自信があるように思えるわ。自信があるのと同時に日本のファンの人もそれだけサッカーに興味があることも証明されているぜ。そうね、日本サッカーはどんどん人気になっているわね。そして韓国のメディアは他にはどういったことを言っていたのは？先ほども紹介したように香港には1985年以来39年ぶりに負けたことに対して注目して、ランキング通りなら香港を相手に快勝するべきだったが、接戦の末に大恥をかいた。中国はマナーでも完敗だった。後半11分、中国ミッドフィルダーが審判に侮辱的な発言で一発退場となった。後半19分にはスタッフ1人が退場となり、後半27分にはもう1選手がレッドカードを受けた。選手とコーチ合わせて3人が退場となる寸劇を繰り広げ、香港に恥辱的な敗北を味わった。韓国は果たしてここまで言える立場にあるのかしら。韓国のサッカーも少し危ない状態だとは思うけど、まあ中国がここまでヤバい試合をしたらとにかく反応をしちゃうのはわかる気がするぜ。しかも中国と韓国はある意味ライバル関係みたいなものもあるし。そうね、この韓国メディアの反応に対してみんなはどう思っているのかしら。中国は強くなる前にまずマナーを覚えなければ先はない。コーチが退場するとか大荒れだったのだろうと想像がつきます。中国のためにワールドカップの枠が広がったのにこれでは出場はかなわないだろう。闘争心とラフプレイは全く別物、そこらあたりから理解した方がいい。日本とアジア王者の座を争ってから20年、間違いなく中国サッカーは後退している。中国は本当にサッカーについて見直した方が良さそうだな。このままだと中国のサッカーは本当に良くない状態になる。そうね、アジアカップが始まって中国も出場するから一体どうなるかあるわ。日本、韓国、中国、それぞれどういった試合になるのかしら。そしたら次は日本代表に対するブラジルの反応を見ていきたいと思うぜ。少し暗い話から楽しい話題に戻そうと思うぜ。そうね、日本代表の話は私もどんどん気になるわ。特に今回の招集はいろいろと賛否両論が分かれているからね。そうだな、今回の招集に関してブラジルとしてはサプライズがあったと思っているらしいぜ。サプライズって一体誰のことを言っているのかしら。ブラジルの反応を見ていくぜ。サプライズとなったのは12月21日に足首を負傷し、当初の予想では全治4、6週間だった三笘選手が加わったことだ。三笘選手が招集されたことらしいぜ。これに関しては私も少し驚いたぜ。そうね、今怪我をしているっていうのは知っていたし、しかもまだ怪我が治らないと思っていたから当然呼ばれないと思っていたわ。森保監督は会見の中でブライトンのメディカルトレーナーからアジアカップの間までには治るということを聞いていて、招集することを決めたらしい。でもブライトンのデゼルビ監督は、三笘選手が招集されるとは想像もしていなかったと発言をしていたわ。一体どの情報が正しいのか等がこんがらがってくるわ。一部の見解ではデゼルビ監督は怪我が治らない状態でも選手を起用することがあるから、それを防ぐためにも代表に招集したのではないかということを言われている。確かにそれは一理あるわね。日本代表だったら選手層も厚いし、治療に関しても安心できる部分が多いわ。そして三笘選手がベンチにいるだけで相手は絶対に怖いはずよ。そうだな、三笘選手はジョーカーとしての役割だと思うぜ。相当ヤバい状況になったら出場してもらって、状況を一変させる。そういった役割が今回はありそうだ。
そうね、三笘選手は今や日本にとって欠かせない選手になっているから、しっかりと怪我を治して出場できるようになってほしいわ。そうだな、こういった日本代表の情報もまた入ってきたら紹介していくぜ。まだまだ楽しみなことが多そうね。そうしたら今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとな。チャンネル登録高評価してくれたらいいことあるかもよ。そんなこと言ってあるわけないだろ。うるさいわねー。私が全力で応援してあげるわ。まんじゅうに応援されてもな。誰がまんじゅう人間よ。絶対に食べさせてあげないんだから。最後の最後に怖いこと言って終わらすな。あら、ほんと。また次回の動画もお楽しみに。